難しいですよね。なので、なんかそういうのは結構時間かかると思うんですよ。対策講座とかをやってきちんとした YouTube を作っていくって結構大変だなと思うので、いやまあこれ専業プロでも大変だと思う。企画を考え続けなきゃいけないっていうのは、正直それを継続してやろうって なると何年もう続くかって言ったら結構難しい気がするんだよね。まあ、なので視聴者からのコメントをツイッチでクリップで残しておいて、まあ、それをなんかうまくつなぎ合わせて編集して、はいバーンって出しますとか。お、でも富樫さんも結構当たるな。え、マジ？そこで垂直置くのはセンスを感じる。いってー、一応入力しとくべきだったかな。まあ倒せてたからよかったけど。これうまいな。これうまいわ。ちゃんと下がってコパ。ゲージがあと、危ない、さっき褒めたやつ、これうまいんですよ。あ、これどうなる、危ない。芸人さんです。あのね、昔新宿のラスベガスっていうゲーセンがあったんですよ。駒劇の近くで。カーニバル。まあ今もうカーニバルも潰れちったからな。ちょっと悲しいよな。で、そこでね、スト4でホンダチュンリーをすごいやってました。
そうだよね。そうだよね。それわかる。それすごいわかる。あーこれマジか。スト4のホンダって最強って聞いたんですけど本当ですか？いやーないです。スト4のホンダは全然大したことなかったです。切り抜き勢撲滅運動、いや俺はあの切り抜き勢はあの切り抜くの勝手にしてもらって構わないんだけれども、その代わりいろいろ宣伝してねっていう。まあなんで YouTube の最後切り抜き動画からあのおすすめの動画とあのチャンネル登録のボタンをつけてくださいっていう。まあ結構簡単に設定できるんで、自分の動画を見てあのこんな感じでやってくださいっていう。もうあの利用されてるんだったら利用するよねっていう話。まあなんでそうやってあのシェアしていきましょうっていう。いやーわかんない。副収入、わかんないよね。だからどのぐらいなんだろうと思ってちょっと自分でやってみようかなっていう感じ。うん、それができたらすげえウィンウィンな関係かなと思って。まあなんで YouTube をやってみました。マキヒロか、マサヒロじゃねえんだなこの流れは。うわマジか。リーチがすげえ読んでたのに、今すんげえ読んでたのに着地取ってやろうと思ったらんだよ。今の悲しすぎるわ。俺のとも言っていい。マジで。1再生数かける 0.1 元ぐらい。でもわかんないんだよね。その例えばあのストリートファイターっておっさんが見てるじゃないですか。言ったらおっさんが見てるんで。もしかしたら広告単価が高いとかあるかもしれん。はーい。まあ最初は 0.1 円もないんじゃない。失礼しちゃうわね。